ライコネンさんと入れ替われるかな、ランキング。ジェシさんが一回なんかバス表示になって一瞬だけ。これはやばい。ハンコンなんですけど、ファナティックなんですよ、この人確か。あれファナティックだっけ、なんだっけ。はい、フォーメーションゆっくり走った方がいいんじゃない？びっくりした。とりあえず間取ってたから何とでもなった。何？ゆっくり行けますよ。多分スロット開きっぱなしなんだろうな、きっと。まあ、あとは物理的にそのアクセルをグイッと戻してみるとか。そうする、なんかマットかなんかに挟まって戻ってこねえみたいな。この辺が限界でした。俺たちさ、何をしよう。ねえ、なんかね、なんか真後ろでさ、横向いてる人がいたんだけど何の関係もないとこで。ボロだ、よかった。あ、よかったよかった。でもレース中になったら怖いですね。いきなりだってコーナーで曲がらずにドカンだもん。普通に考えたら怖すぎだろ。ブレーキ引きずって死んだの誰？あー、え？ライコネンかな。去年のアブダビでライコネンが練習にブレーキ破綻したのは知ってんだけど。無理。これかな、もしかしたら。おお、怖っ。びっくりした。いやいやいや、全然。とりあえずスロットルが破綻しなくてよかった。やべえ、なんかラトアルピーヌとかいてほざいてた人前に行ってんだけど。おお、大丈夫です。私は金さんが多分この VC にいないな。先生、チャルスタッペン早いっす。ちょっとその辺の壁でディープキスしてくんないですか。星井さん前行かすんで、ちょっと前のマシン何とかしてきてください。あ、ジャックさん回数だけ聞いていいですか。ピット、この2回、了解です。ごめんなさい、僕1か2まだ決めてない。意図的にアクセルを抜く。久々にやったな。
気にせず走ってもらって大丈夫です。いや僕のライバルはかなた後方なんでね。今ねいい感じにねシンさんが抑え込んでんのよね。このペースでタイヤ行かれるんだったら2回かな俺も。この目の前のレッドブラは確実に2回だろうな。このペースで飛ばしてたら1回じゃ無理だな、さすがに。M カップはね、セーフティーカー出ちゃったんで、全貌じゃんすね、ストラテジーは。うん。C さんが敵乗車着てる目の前でセーフティーカー出てた。いい感じに前がやってくれてる、助かる。これはもう行くかな、さすがに。ありゃしんさん、どっち？あれ、ジャックさん。セーフティーカーだわ。どうしよう、タイミングが。まあいいや。意図しない形で助かっ。まさかの形で助かってしまったかも、これは。ストラテジー的には。単純にね、タイヤを変える余裕がなかったよね、近すぎて。そう。そう、どっちか分かんないし、選ぼうとしてももうピットレーン入ってるから選べねえし。まあでもこれはこれでありかなっていう。この後多分4位ぐらいまで落ちるのは分かってるから、俺も4位どころか1回後ろまで降りるかもな。
いやこれ SS ちゃんチャンスだな。SS さんなんでそんなに下がったの？散々ですね。インシュデントですか？あ、インシデントですか？なるほどなるほど。もうテッド記録されてるやん。記録されてるやん。あ、審議対象にはなんないと。スピードアップ。一応記録されますね。切れるけど審議対象になるかならん。あで記録されて一回審議対象になるかならんか、そこから審議される。ペナルティ対象かどうか。この間のイモラの時のリカルドとサインツが記録はされたけど、あれで終わったかな、レーシングインシデントで。どうしようもない、どっちも。個人的な見方としてはリカルドが多分アンダー出したんかなって思ったりましたけど、遠赤のってアンダーでしたね。遠赤のジャッカルも全てで、でもイモラの場合使わんと無理。あの遠赤は使わなくていいかな。1コーナーの遠赤は別に、まあ雨降ってたってのもあるし、そのせいで遠赤乗った時に変にアンダー出て、レッソーとしたらサイズぶつかったみたいなのな感じだし、遠赤の内側ってんかな、あそこにもすげえ水溜まってたし、実際Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing light. Stay in position until the green flags.僕めったにやんないですからね。めったにやらんけんな。モンツァの時もこれで結構抜かれたんよな。問題はこれ今新しくミディアム入った人らがいつまでこれを書き続けるかなよな。
クスコさんがいつにも増して速い。いつも速いけど。え、ちょっと待って。もうこんなとこに。クリーン体接種しようの会会長。しかも速いし。速いって。無理よ、抑えれるわけがない。あぶな。おお、これ多分車高も低いんだろうな。やべえ、ボタン間違えた。さっきからずっと間違えるよな。 DRS のボタンじゃなくてピットレーンのボタンを押してしまう。オーレス遅っ。次々と抜かれていく。やっべ、なんか滑った。後ろの人走り切る気満々やないか。これは後ろのレッドブルの人走り切る気満々のタイヤ選択やんけ。多分持たないだろうけど。あ、やばいなこれ。何周も出したらいいんだ。最悪24周まで。24周やばいやろ。やっべえ、マジか。入らねえのか。終わった。これは終わった。エグいツッコミしますよ。
何の駆け引きをしてるんや。なんすかそれ。いや、タイヤがもうダメだ。死んできた。またリスタートしてから8周とかですよ。ソフトなんだよ、俺。あー、連続でソフト入ったんすか。だったら確かに。そう、選べなかったんだよね。あー、タイミングが。あれ？ SS さんは？もう入ってったで、なんか。プロトイングが死んだか。なんなん、このレッドブルマジで。やたらと俺の前で出たがる、出たがるんだけど、出たらミスるって。ボノ最悪だよこの作戦。タイヤが終わってきてるマジで。言ってしまえばこれ M カップよりもハイペースで飛ばしてんだが、マジでもたない、やば。ずーっとやり合ってるってここ。チャルスタッペンの左フロント 23% か。ずるいって。ツインウィンドウずるいわやっぱ。だね、スパイシーエンジン投入したからね、そう簡単にストレートでは行かせないけど。No, please. I want to stay out. I want to stay out だと、私はステイアウトが欲しいって意味になるけど。I want, え、あれ、何だっけ ?I want to だろ。英語できないんです、私。マジでこの後ろのレッドブル諦めてくれへん。おばさんが早くて追いつかれるんだけど。ちょっと俺がピット入るまで我慢してくれません。ちょっと後ろの方すーげえ黙って走っとるけど。おー、来た。大丈夫か。
タイヤ落としてきた甲斐があったかな。めっちゃパッシングしてくるくらいさ、ちょっとヒット入るまで待ってくれません。あと 2,3 周したら入るからどっちみち待ってくれよマジで本当後ろからなんかパスセスとか飛んできてんだけどちょっとそのパスセスさん、ちょっとこのレッドブルどうにかしてくれません。あ、追いつく追いつく、ずっとここでバトルしてるから、あの菓子折り渡して諦めてくださいって言うのに諦めてくれないんですよね。ないよな、俺なんか何回かはみ出してるはずないけど、警告が出えへん一回も。やっぱ。やばいか、さすがにこれ。OK、タイヤの消耗に問題はなしと。問題はこれ、俺ピット出た後カツボさんの何秒後ろに出るかなよな、ふと思ったけど。
SS さんの離れていくスピード尋常じゃねえ。あ、でも SS さんもう一回入らなきゃいけないのか。これだけ飛ばしてるってことはさすがに取られたか。え、今まで取られなかったの逆に。怖っ。コマさんに追いつかれるのは計算に入れて。さらにパンコにはなれない。あと何周だ。2周か3周持ってくれ多分タイヤ。いやもうズルズルですよ。どれぐらいズルズルですか。やばい。私さん DRS のせいかな。セクターは未だにベストが出る。あ、でもガソリン減ってきたけんかな若干。やばい。さすがにあかんかったかこれは。いや、嫌なところで出たな、これ。マジか。積んだな、これ。計算外のスピンでカズボーさんとの差が全然なくなってしまった。7秒では無理だな。終わったなレース。あ、もうダメだな。持たない。もうズルズルだったさっき。あ、でも終盤だったら持つと思う。なんかあれブロックしようって言っていなくなったんだけど。この周回ありゃ捕まえれるやろ多分カズボさんは。多分捕まえられるはず。いやー、おまさんが来る。Gap to teammate behind is 25.1 seconds.
よっしゃ、長尻太田計算は太田出てあります。はい、追いついた。なんか目の前出てきたし。いや、無理だ。そうそう。
they started to catch the car in front, but we need to look after the tyres. We won't be making another pit stop. We're leading our teammate by 37.1 seconds. いや、待って。目の前の人ガチ逃げしてる。俺たちはもしかしてコソ練してた？ここの早すぎんか、ちょっと。なるほど。やべえ、この争いネクスコさんを巻き添えにしそう、完全に。マジで速い、ほんと。わあ、ナイス、とうとう。ちょっと待って、俺いい加減なんやけど。本当。はい、シューマンカさん、こんばんは。やばいです、緊急事態です。完全にこれストラテジーミスやな、今日は。あれで引っ張るんじゃなかったな。
聖地様ってどんだけ入るんですか今日。何が起きてんのあなたに。お店にてトイレが近いんじゃない。そんな次元じゃないでしょ。うん、トイレピットストップ2秒1とか。あーありありありかも。ちょっと待って、聖地さんがそういう形で降りてくるのは計算が嫌がる。俺踏ん張れんぞこれ。来ても、別にプレッシャーかけんでもこの先で抜けるでしょ。あー面白くね、はい、くそやっぱ。ちょっと誰かセーフティーか。ホームストレートでの縮まり方エグい。いやでもね、後ろがやり合ってくれてるおかげで後ろが縮まってこなくていいわ。いや僕はそう簡単に行かせないんで。多分ようやく同じぐらいになったかな。どうにかして数字で稼ぎたかったんやけど、これダメやな。ファイナルラップに追いつかれるなこの計算だと。もう真後ろおるって。待って、まだもう一周あるの。もうええって、このまま終わりたいって。マジで本当ダメなんじゃない。ちょっと前の車マシントラブル、エンジンブロー。なんない。だからどうだったっけな。ダメージスタンダードっすね。そそ、ホームストレートでリアル使いたいがために待ってやがる。待ってやがる。あ、やべえ、やらかした。終わった。いやおまさに乾杯かな。あーもう死んだって。マジで早い時間も。手の打ちようのない速さ。なすすべがねえよこっちは。危ねえ、クラッシュ仕掛けたわ。危な、
リアリングパカーって開けながら遠ざかってんのすーげー悔しいわ。あ、やっべ、おー、またやった。よう考えたら結果的にはワンストップで走り切るっていう大暴挙に出たけど失敗だな、これは完全に。ミディアム、ミディアムは頭からずっと22周か、22プラス予選も走ってるから25は走ってるトータルだと。でソフトも多分2、ソフトも14、M カップで似たようなことをやろうとしてセーフティーカー出ておじゃんになったから実はデータがなかった。いや多分ね、あの予選使ってないタイヤでだったらワンチャンありえたんですよ。完全なストラテジーミスでした。いやー、さすがにハンコン強えこのボス。逆にこれで2回も回りながら2回とんパッド最強ブラジル。この間ちょっとね、うん、この間あの M カップで証明されちゃったんですよね。それがブラジルは、うん、立ち上がりのトラクションはかけやすい、あのコースは。A 本8番手スタートの8番手チェッカー、ファーストスタートだからよしとするか。4位だけどファステストポイントが入るので、これ待ってよ、これほんへへへ、ピッピッププゲラプゲラ。あとなんか俺を追撃しようとすげえ必死に追っかけてきてましたよね。とりあえずなんか3秒ぐらい後ろに出てきたから、あ、これまずいと思ったもん。俺もこの人なら絶対捉えに来ると思ったもん、残り周回なくても。まあ、それが証拠のファイナルラップだもんな。逃げるのに必死で